はい、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日はですね、レブロンで新商品のこれがね面白かったです。ブレずに精密ラインローラー型アイライナーっていうのが出てたんですよ。ここに載ってるんだけど、こういうローラーがついてるアイライナーですね。だから多分ねローラー、小さいローラーがねくる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 回るんだと思うんだけど、これはまた改めて、今日はねベースの方をやっていきたいので、改めてこれはメイクで紹介していきたいんですけど、こういう形になってて、開けると、あ、面白い、こんな、こういう形、こういう形になってて、あ、すごい描きやすいこれくるくるくるって回ってすごい描きやすいですよこれ。うん、笑っちゃう。レブロンカラーステイシリーズから出ているイグザクティファもうね、こういうの短くしてほしいですよね。まあとにかく、リキッドアイライナー、ブレずに決まる精密ラインローラー型のリキッドアイライナーっていうことで、24時間落ちにくくてよりにくい、期待しちゃいますね。ウォータープルーフでつけたてが長時間続くっていうことで、ローラーアイライナー、色はね黒と、これが何、スパークリングブラックってラメが入ってるブラックと、あと、マルベリーってボルドーブラウン、赤っぽいブラウンで、今回ね本当はブラウンが私好きなんだけど、ブラウンでもちょっとパールとか入ってるのとか、赤っぽいブラウンだとちょっと嫌かなと思ったので黒にしました。はい、それから、おなじみとか同じく、カラーステイ、私の大好きなカラーステイの新色ですね、これを購入しました。皆さんからのコメントで諸説いろいろあって、あのこれなくなっちゃうとかねいろいろ聞いてたんだけど、キャラメル濃厚ブラウンブロンズゴールドっていうキャラメルをねちょっと買ってみました。あの見たらね全然なくなってなくて、逆に新製品、これね日本に入ってきてなくてアメリカでは売ってたらしいんですけどね、ずっと欲しいなと思ってたのでよかったと思って購入しました。よいしょ。これ夏はねやっぱりカラーステイシリーズは本当に落ちなくて、私ね二重が大きいからここに汗かいたりするから、あ、ね、かわいい、こんな感じの色ですね。あ、結構濃いかも、な、わかるかな、ここね、ここですわかりづらいかな、はい、あんまり濃いブラウンじゃないかな、ナチュラルメイクなんかにはいいかもしれない。はい、